ギフトありがとうございます。こんばんは。はい、配信始めます。ポポーポポー、ありがとうございます。ね、今日は特に何もありませんでした。なんかもういつも通り朝起きて配信したじゃん。配信してご飯食べて、あ眠いなと思って2時間もしくは3時間弱くらい、2時間半かなくらい寝て起きてまたご飯食べて仕事行きました。そしてネイルがもうすでに取れました。はい、終了。にゃーん、右手のねパーツが取れちゃいました。そう、普通のネイル自体はね取れてないんですけど、はい、パーツが取れちゃったんでもう終了です。こちらのネイル終了です。早いよ。早すぎだよ。左手ね綺麗に残ってるんですけど、ポポー、ありがとうございます。終わるのが早かった。ちょっとこれ外したい。だからね、中途半端でねポロポロ崩れられても困るんで、ちょっとね外していこうかなと思います。こんばんは。今日から9月ですね皆さん。本当になんか、まあ、暑いのはね相変わらずなんですけど、9月だね。早いね、びっくりするんだけど、時の流れの速さにびっくりします。本当にただいま。ちょっと待ってね、今ネイルをね取っているので少々お待ちください。はい、小指のネイルをね取っております。ね、あっという間に、本当にそうだよね、マジで年末だよ。年末なんてあっという間だよ。怖っ、本当にやばすぎ。ね、私は大丈夫かな、夢叶えられるかな、不安だ。よい、私は、おー早かった、早かった早かった、ものすごいびっくりする速さだった。頑張らなきゃね。頑張ろう、いっぱい寝て、いっぱい働いて、大丈夫かな。なんか皮下的な問題でもなくてね、夢に関してはそれがね難しいところやなっていうね。そう、私だけの問題、私、そうなんかね、私がやらなきゃいけないことがあるっていうものでもなく、そう難しいですね。でもね、その大丈夫だよっていう言葉を信じて頑張ります。ただひたすら働きます働きます、頑張る。
経験だよね、働くってこうやってバイトするって。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。ポポポポ、あ、いた。何話したらいいかな、本当に何もない、ない時って何話したらいいか分かんないな。本当に何もしてない。運動して仕事行って帰ってきた。以上。ねえ、でも明日ね、一日仕事だったのが夕方前には終わるようになったので、はい。最近おすすめの、最近ね、お菓子買ってないんですよ。珍しくないですか、私にしては。お菓子買ってなくて、そう、全然買ってない。うん、なんかね、差し入れっていうか、なんかそういうのでお菓子をいただくことがね結構多くて、うん、お菓子ね本当に食べてない。でもね、今この時期ってなるとね、さつまいもとかが出てきますから、出てきますからって、もう出てますね。さつまいも、かぼちゃ、栗もですね。さつまいもいいね。でもこの前、この前っていうかもう最近なんだけど、なんだっけな、なんていうお店だっけ、ちょっと待って、今調べるから。あんバタ屋っていう東京のお菓子、そうそうそう、東京のお菓子をもらって、そう、東京駅にもありますね。東京駅にあるのか、あ、東京駅と羽田空港と、あ、違うわ、ん、わからんまあなんかちょっとどっかにあるっぽい。これのね、フィナンシェをもらってめっちゃ美味しかった。うん、あんバターフィナンシェ、これあんバタロールも美味しそうだね。すごい、あの、重そうではあるけど、美味しかったのでぜひ食べてみてください。あんバタや、そう、フィナンシェをいただいたんですけど、美味しかった。今日ね、食べてたんですけど。目標って大体6割は達成できるから。なんだろう、なんて言ったらいいんだろう。非課の目標、難しいな。生々しい話になるからやめとくね、これあの夢の話をするとね、ちょっと生々しい話もしなきゃいけないんでやめときます。まあ頑張りますとしかね、もうなんか
何と言おうと頑張るしかないので、やりたいことだから頑張ります。ありがとう、きっとね元気づけてくれてるんだよね。ありがとう。お菓子のお店、なんか甘いものっぽいよ。フィナンシェとロールケーキと、なんだろう、パン、アンバターパン、うん、かな。生々しいから、そうですね、あの、うん、数値目標ではないです。うん、正直数値目標じゃなくて、やっぱりこれをするためには絶対これが必要だよねっていう、そう、ここに行くためにはこれが必要だよねっていう、そう、そういうものなので、そう、生々しいです言えません。そのためにねバイト頑張ってるんですよ私は。そう、こんばんは。まあね、だから好きなこともしつつバイトもちゃんとして、何、ポテチの幸せバター、唐揚げくんの幸せバター、あら珍しい。ちょっと食べてみたい気もするけど怖いなっていう気もするうん、だからこれなんかさ、ポテチだからこそ美味しいよねっていうのもあるじゃん。さてどうでしたかあ、食べたかな、食べてなかったらあれだけど、食べたくてある人、唐揚げくんも最近食べないなあんまり。うん、おととい食べた、どうでした。普通に美味しかった。食べたいな。ちょっと食べたい気もするな。ギフトありがとうございます、ね、もうなんか明日何食べようって考えてる今明日何食べよう、明日の朝の桃食べたいな、桃、そう、桃が冷蔵庫にあったので、野菜室にあったので、本当は今日食べようと思ってたんだけど、別にお昼ご飯とかがあったね、え、帰ってきてからまたご飯食べて、夜ご飯な、何食べたいかな、明日ね夜配信しますよ。明日はね、なんかいつもより早めにできるかなと思います。まあ8時か9時かそのあたりに始められたら嬉しいなって思って、うん、仕事自体はね夕方に終わるんで、そこからまあいろいろお風呂入ったりもして、そうかな。主権さんこんばんは、ありがとうございます。明日はねまた新しい子が来るみたいで緊張する本当に。なんかね面接の時いたんですけどね私そう、面接の時にたまたまね、その早めに来たので、なんかちょうどその帰るタイミングだった見たんですけど、女の子、私より身長高かったと思う
そこっていうね、教えれるかなっていう不安ですね。こんばんは。前言ってた新しい子はなんかもう大丈夫そうらしくて、私もそれ以降あのシフトが被ることがほぼほぼなかったのでもう会ってないんですけど、全然そうなんかもう結構で大丈夫って覚えてきてるしできてるって言ってた。そうシフトが被んなかったら会わないしね。ね、明日仕事も早終わるし、人の入れ替わりが多いね。いや入れ替わりじゃない、人増え、学生さんとかにも、そう学生さんもいますから、そういうのでね。私はもうなんかもうあのフリーターうんなので、はい、なんかもう全然むしろ入れてくださいっていうタイプなんですけど、まあ学校あったり別のことをしたりするとやっぱりシフト入る期間がね、まちまちになるとね、入れる人がいないとかもなるんで、そうですかね。でも明日は本当に早終わるし、お昼乗り切っちゃえば終わる。みんなもう夏休み期間が終わった人の方が多そうなので、社内で何に教えるのだろう。まあ年齢が上がれば上がるほど、仕事入れば入るほどね、そういう機会は増えそうですけど、まあでもね、私もこんなんだったんだなって思うよ。その新しい子見てると、あきっと私もこうやって緊張しながら入ってきて、もう何したらいいかわからんくて困ってたなと思ってそう話しかけれでもしないし、あわあわしちゃって、あどうした終わったけどどうしようみたいな。でも、ね、まだバイト始めて4ヶ月も経ってない、3ヶ月ちょっとなのに何言ってんだかって感じだけど、もうね、なんかそうやって思うようになった私マジでこんなんだった緊張するよねポポー、ありがとうございます。夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる。こんばんは。ね、私もなんか頑張らなきゃね。頑張らねば仕事頑張らねば。ギフトありがとうございます。
遠い雲のように掴めないあなたについてゆく、どこまでも心に誓っていつか全てが分かってもあなたを好きでいられること、戦う毎日に明け暮れても。朝に頑張らなくても言ってたよ、私は頑張らなきゃダメなんですよ、私は。頑張った方がいいと思う私は。もちろん人によりますよ、私はね、多分頑張らないとだらけちゃうから頑張らないとテンション落ちちゃうから、なんかね、頑張らないとね、なんか何、作業効率とかその仕事のパフォーマンスっていうのもあれだけどさ、こういうの落ちていきそうです。まあなんか大丈夫、なんかその頼れる人がいるっていうか、そのなんかずっと長年勤めてきている いてくださる人がいると、ちょっとね、あ、まあなんか今日はきっとこの方がやってくれるから私はこっちのあのことをしようみたいなことあるんだけど、そう、こっちの方でとりあえず邪魔にならんようにしようと思う。初見さんありがとうございます、こんばんはって感じ。 そんな感じ、うん、だからもちろんそのどういう状況かにもよります。こんばんは。そうやってね、うまくね、体力をね、温存して温存して、そう、温存して、でも仕事はね、ちゃんとやるよっていうのじゃないですね、っていうですよ。みんなは本当にもうなんかなんとなくね、なんかほどほどになんかそれなりに、そう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 、臨機応変に、そうそうそうなんです、それが一番。抜くところは抜きますよ、そんなもう常に気は張ってられんから、たまに裏でね、なる裏でちょっと座ってでもなんか座る場所もあるわけじゃないから、椅子とかもあるわけじゃないから、あのしゃがみ込むしかないしゃがみ込むしかない。でもね、人前に立つときはね、やっぱりちゃんとしなきゃいけんから、行くつもりこの世であなたの愛を手に入れるもの、踊るライト見つめて忘れない、ああ夏が溶けてゆく、あ、そう、今日ちょっとみんなに相談しなきゃと思ってたことがあって、あの今月のねイベントの話なんですけど、すごいもうなんか急で悪いんですけど、4日からのイベントってダメですかね、ちょっと私今月忙しくて、そう今月忙しくて、そのタイミングしかねちょっとできる時がなくって、4日からね10日、いい大丈夫本当に
ちゃ急で、ごめん、ね何のイベントってすごいみんな気持ちが一緒だね。キノコ大量発生中、不思議のキノコの森で遊ぼうっていうイベント、そうこれですね、9月4日の18時から9月10日のまあ21時59分までのイベントなんですけど、そうちょっとね、なんかもう最終日とかがもうほぼほぼ配信ができなくって、あれね、そのなんていうんですか、おーびっくりした、なんていうの、他の期間だと、そうマジでちょっと仕事の終わる時間が全く分かんないので、ほぼ配信ができなくって、そうってなった時にこのイベントが一番そうできるなと思って、大丈夫ですか、いいですか、とね、この期間も初日と最終日バタバタするんで、まあなんかね、なんかその車の中からの配信とかには なっちゃうとは思うんですけど、いい、ありがとう、じゃあちょっとこのイベントにしたいと思います。もちろん目指すは全部1位なので、あれだね、エンジョイカラオケの記録をね塗り替えたいね、全部1位取っておいので、皆さんぜひねご協力していただけると嬉しいです、お願いします。もちろんね、私もそのために配信なるべくできるときはちゃんと、できるときはというかちゃんとしますので、もう本当にもうどうしても無理やっていうときはちょっとお休みするときもあるかもしれないんですけど、なるべく毎日ね朝晩しようと思ってるので、はい、ぜひ協力していただけると嬉しいです。まあね、東京にいる期間なので、ちょっと本当に配信がね、なんかその夜中にね、なんかちょっとそーっと静かな声でやってたりもするかもしれないんですけど、お許しください。ちょっと姉ちゃん家にきっといるので。やっほー、こんばんは。でちょっとねこちら応募したいと思います。そう4校いそうだよね、思ったでもなんかこれを逃してなんかあんまり条件なんか合わないっていうイベントにするより、これならできるっていうその確実なイベントがいいなと思って、これなら今はできるみたいな、そう OK です、応募しました。ということで皆さん4日から10日お願いします。いやマジ今月さ何を思ったかバタバタしすぎなんだよね私、そう本当にバタバタするんで、うん、押しちゃった、あ一応参加キャンセルもできるよすぐなら、あイベント参加手続き完了しちゃったって早かったすげー早かった、なんかね、私のなんて言うんでしょう、私のシフトミスと言いますか、いやまさかそんなに入ると思ってなかったよね、ははっていうミスにより、はい、なかなかねなんかそのバタバタっとしつつ、まあねなんか今月ね一応その夜から夕方からねちょっと夜までっていう仕事がね多いんですけど、割といつもの他の月と比べるとね、まあ、フルタイムとかも一応ありますけど、そうが多くて、はーいまずびっくりした
んかいつもさ、その大体まあ、2つ掛け持ちしてるんで、1つの方にもう1つの方、あの後から始めた方にはなんかもう1つの方を優先していいよって言われてるの。そう、全然優先していいし、なんかそのシフトが分かったらこっちにシフトを投げてくれればいいよっていう話で、そうで、なんかそのシフト出てからそっちの方にこの日と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 か出勤できます。でとりあえず空いてる日、まあ、夜、その仕事って基本的に私夜しか出ないんで、そうこのこれで大丈夫ですっつってシフト出して、なんかいつもさ、そんなたくさん言っても全部入ることって基本的ないんですよ、そのシフト。と思ったら今月なんかちょっといろいろあったのか、全部入ってびっくり平野びっくり、全部入りまして、まあ、ありがたいんですよ。そうありがたいし、まあ、夜だけなので全然いいんですけど、そうまさかのびっくりあれっていうね、ちょっとバタバタっとしましたからそんなにシフト全部取ると思わなかったっていう。ギリギリデイリーミッションないから助かります。そっか、なんかもうそれが出てくるんだよね。ちょっといつからか把握してないんだけどさ、どうなるんやろ。なんかイベントとかもさ、なんかどういうなんかポイントとかもさ、どういう風なポイントになっていくのかとかめっちゃ気になる。あとさ、普通に、あ、ギフトありがとうございます。普通に考えて、そのデイリーミッションがあったとして、まあ、種ってさ、その他のルームを見たらもらえるもんじゃん、行ったら。でもミッションやろ。でそのいちいちどのくらいもらえてっていうのが分からんや。だからさ、ポイントを、イベントのポイントとかはさ、そうなんかいつもと同じようにするとさ、明らかに多分、まあ、達成できないというか、なんか同じ基準でやられると多分できないじゃんっていうね。調整してくれる？ありがとうございます。本当にそれで、本当に種の時と同じ基準でやられると多分なかなかカオスというかなかなかカオスな感じになるんじゃないかなって私は思っちゃったんですけど、ということで頑張りたいと思います。姉ちゃんちでね、ちょっと待って、思い出して、ありがとう、思い出させてくれてありがとう。姉ちゃんに連絡しなきゃ。よし、ギフトありがとうございます。泊まるときさ、事前にさ、なんていうの、泊まるときさ、事前にさ、姉ちゃんに言わないといけないんですよ。姉ちゃんの家なんで当たり前なんですけど、お願いしますっていうね、連絡してないよねっていう一回だからさ、それでさ喧嘩になってさいや急に言い過ぎやろお前ってなっていやいや、こっちも都合あんねんさすがに急すぎるわっつって喧嘩になりまして、まあこれね、これに関してはもう一方的に私が悪いので、もうすいませんでしたとしかならんのやけど、そう本当に一方的に申し訳、本当私がもう全面的にこれは私にしか非がないという、平野家のね、姉ちゃんとの喧嘩ではなかなか珍しいタイプなんですけれども私にしか非がなかったんです、ここに関してすいませんと謝り、それでもなんかなかなか直近なんだけどね、今も普通に言うの忘れちゃう。こんばんは。
料理配信したいな。時間取れるか分からんけど、お菓子作りたいし、なかなか時間が取れなくって、そうする機会がないんですけど、するタイミングがねないんですけど、何作りたいかな。なんかちゃんとしたケーキ作りたいな。なんかさすがになんかそうショートケーキとか作れんからさ、クリーム塗ってみたいな、なんかあのチーズタルトとか、まあ、フルーツタルトとかそっち系作りたいな。でもね、こういう時に思う、買った方が美味しいんだよなそんなことね考えちゃダメなんだよ、そんなこと考えちゃダメなんだけど、買った方がまあなんか、お手軽で美味しいよな。私盛り付けのセンスがないから、きっと私がやるとボロボロなんだろうな、ここの中でね思いつついた結局買っちゃうんですよ。ギフトありがとうございます。そう結局ね買ってきちゃうんです。でも作りたいんですよ私、あのお料理好きだし、そうお菓子作りもパン作りもめっちゃ好きなので、本当はね、本当はよ作りたいんです。なんだけど時間がないなさすぎると、そういうね手間のことと、まあお片付けをしなきゃいけないっていうこと考えた結果、よし買ってこようっていう。いやでもさ、あの美味しいんですよ、堀田205のタルトをねよく食べるんですけど、最近なんか月2くらいで食べてるかな月2くらいで買って食べるんですけど、私最近美味しいんですよ。イカパン食べたい人生だった。ね、なんかねお届けする方法があればいいんですけど、ちょっと私にはまだその知識と、まあねやっぱり送るってなるとね、なんかその衛生的なねものも問われるの、ちょっとねみんなにね食べてほしかった日かも。みんなならねどんなにまずくても美味しいって言ってくれるよね美味しく作りますけど、やっぱりさ私もさ失敗ってあるからさ、みんな優しいからきっと美味しいよ。みんなにお昼の食べてほしいですけどね。うん、なんかこういうのを考えるとね、将来的に飲食店やりたいなって思っちゃう。ほんとこじんまりとしたお店でいいんです。もうちっちゃくていい。私とあとまあなんかマミーにこの話したら、あのマミーも店番やるって言ってくれたからそうやりたいんだよねみたいな、なんか。そうだから私とのまあ家族とまあ本当にまあ数人でできるようなめっちゃちっちゃいお店をやりたい。そう、あこれが別に夢ではないですよ、はい、これはもしなんかねなかった時なんかちょっと知ってみたいよねっていう話で、そうもちろんそれをするにはまあもちろんねお金も知識も発信力もなんかもうたくさんいろいろいるんですけど、そうでもやってみたいよねって。もともとね私飲食店興味あったので、そうでほらあの前も話したじゃん、私はなんか働くのにあんまり向いてない、なんか結構やっぱりその他の人がいて他に上の人がいるってなると、やっぱりなんかその全部目あのミスをするたびにすごくあの不安になるっていうじゃん、言ったじゃん。そうなんかやっぱり迷惑かけてるしお店に損害を与えるかもしれない、そうっていうのを話したじゃんってな。そうだからそういうのがまず自分でやるとそれを被るのは全部自分なので、結局自分がもうしゃあないって思えばもうそれで終わりだしっていう話をして、そうだからそういう時にマミにだからもう個人系のあのほんとちっちゃいお店でいいからやりたいんだよねって言ったら、いいねっつってマミと、ほんとにだからもうちょっとさ
なんかおつまみみたいなの作って話ちょっと話しながらとかでいいんです。何の店もう何でもいい、お菓子とかでもいいしパンとかでもいいし、なんか本当にもうひかがね家で作ってるようなものでもいいし、そうちょっとしたお酒とお料理とみたいな。あまりそこに関してはね、なんかこだわりがないので、なんか雰囲気的なもので言えばなんかスナックみたいな感じ。そうスナックをやりたいわけじゃないけど、なんか雰囲気的な感じで言うと、なんかまあスナックなんてさ結構さやっぱりママと仲良くてみたいな、なんかアットホームなイメージ、なんかそんなイメージ。今日ね50分になったらランキングいきますね。あと4分なんですけど、キッチンカーね、キッチンカーもいいですね。ね、キッチンカーもいいな。そう本当にだからもうなんかちっちゃくていい、本当にちっちゃくていい、なんでもいい、まあ、こんな簡単ね、なんでもいいとか言いつつこんな簡単にできるもんでもないですし、私のやりたい夢とは違うので、いやそうやりたいこととはもう全くかけ離れてるものなのであれなんですけど、そうまあね、もしなんかあって本当に私がもう働けないわ私もう一人じゃないと無理みたいになったらそうなるかもね。そう人と関わって仕事するのは無理だってなったら最終手段そこです。まあそのためには知識もいりますけど、そうなったらね頑張って勉強するわ。バックパッカーね、いいじゃんいいじゃん。私はね世界を見たいです、いろんな世界を。なんか自分の視野を広げたい、なんか何も知らないまま終わりたくないなって思うね。暑い汗をかく。今ね冷房つけてないんで、帰ってきたらね涼しいんですよね。なんだけどこっち話してるとねだんだんねなんかヒートアップしていくのか、暑くなってきて、今日ねファンの方からケースが届きました、ありがとうございます。今ね透明の方を使っております。仕事行くときにねここ通そうかなと思って、ありがとうございます。またね他のも大切に使わせていただきますありがとう。はい、ということでねちょっと50分になったのでランキングの方に行きたいと思います。10
13位ところてんさん、12位サルキチさん、11位サンチャンダヤさん、10位以下の藤丸さん、9位ともゆきさん、8位エレメンズさん、7位カーさん、6位さくらのお友達さん、5位かぼちゃん、4位さとちゃん、3位けんけんけんさん、2位かいさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。北野くん、ゆうたさん、さとちゃん、さくらのお友達さん、かいさん、けんけんけんさん、ゆうたさん、かぼちゃんです。ありがとうございます。ということでね、本日の配信はこれで終わりたいと思います、ね、遅い時間までありがとうございました。明日の配信は、朝配信は何時にしようかな、6時からちょっと7時のどっかに始めるかなと思うので、うん、はい、ぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思います。多分6時から6時半のどっかに始める気がする。ちょっとあの保険をかけて長めに1時間のどっかにと言っときます。はい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローをお願いします。はい、ということで、そうですね、大丈夫かな、大丈夫そうですね。皆さん今日も一日お疲れ様でした。今日もね、一日乗り越えた皆さん偉いです、すごく偉いです、頑張ったね頑張ったね、はい、偉いです。自分をね、たくさん褒めてあげてください。そしてゆっくり休んでください。それではまた明日お会いしましょう。おやすみ、ありがとう ありがとう。ひかむのことも褒めてくれる。おやすみ、ありがとう。またねー。